ポーツハラスメントは日が照ってれば余計釣りやすいんですけど、日陰側になっちゃってるから、それでもまあいれば食うけど、日が照ってるのが嫌いなんです。今日がトーナメントだったら、そこのボートハウスの脇から出ました。本当ならね、日が照ってる方がいいんだよね。向こう側のが本当はバスが狙いやすいんだけど、まあ曇ってても来ます。ジグで今日6本目です。ナイスです。